ライアン・ロバート・フィアベンドはアメリカ合衆国をハをし州クリーブランド出身のプロ野球選手。左投げ左だ。韓国球界での登録名は PAQ ウィスコンシン時代2003年の MLB ドラフト3巡目でシアトル・マリナーズから指名されプロ入り。2006年9月13日にメジャーデビュー。9月24日のシカゴ・ホワイトソックス戦では6イニングを無視点に 9月29日のテキサスレンジャーズ戦では5イニングを2失点に抑えた。2007年6月3日のロサンゼルスエンゼルス戦で7回と2、3イニングを4失点、5奪三振に抑え、初勝利を飾った。2009年3月15日に左肘の手術を行い、その後はフィラデルフィアフィリーズ参加やアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。 2014年はレンジャーズでプレー。オフの12月3日、韓国プロ野球のネクセンヒーローズと契約した。2015年シーズンは13勝を挙げ、2016年シーズンも契約したが19試合で5勝7敗、防御率4.64と振るわず、シーズン途中の7月22日に自由契約選手となった。同年7月29日、不審で退団した。 ヨハンピノの代役として、同じ韓国プロ野球のキロトンウィズと契約。2017年も、KT と契約し、KT チーム史上初の一軍個人タイトルである、最優秀防御率を受賞した。2018年は発祥を記録し、同年シーズン終了後に、KT から自由契約となった。2019年2月20日に、トロントブルージェイズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加した。開幕は参加のトリプル A 級バッファローバイソンズで迎え、5月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のホワイトソックス戦で先発登板した。5月24日にリーフとなり、26日にマイナー契約でトリプル A 級バッファローへ配属された。 2020年1月31日、台湾プロ野球の統一ライオンズと契約した。10試合に登板し、2勝3敗、防御率4.74の成績を残していたが、6月26日、新型コロナウイルスの世界的流行が続く中、アメリカで暮らす家族と一緒にいることを希望し、統一との契約を終了して帰国した。脱産審率が低く、 ナックルボーラーとして知られている。ありがとうございます。